今日はたくさん放送をしました。ちょっとね、旅を再開したかったんですけど、機材トラブルの関係で家に戻ってきました。でですね、まあ今日はいろんなことがありました。友達の青山と飯を食い、ボーリングをし、ビリヤードをやって、で、リアト2、2名ありました。ありがとうございます。17歳のね、男の子が会いに来てくれました。お疲れー。お疲れ、マルキーニョスがね、会いに来てくれて、ステッカーを買ってくれました。ありがとう。お疲れ様。泣かないよ。強くなったみたい、少し。みんなお疲れ様ね。お疲れ様。お疲れ様、高橋さん。ありがとうね、みんなね。なんだろう。有言実行で。なんとか皆さんの応援のおかげで、体ボロボロで体中痛いですけど、なんとかなりました。ありがとう、本当に見てくれてお疲れ様です。皆さん6時間かかったね。1万回正拳突き6時間かかりました。お疲れ様、ちえちゃん。いや、泣かないよ。ふ り 泣いた方がいい。いやー、疲れた。はい、渡さんお疲れ。いやー、でもね、本気で泣かないと意味ないんだよね。泣いた方が面白いの分かってんだよ。サブちゃんの振りなのは。でもね、本気で泣かないと意味ない。そう、その涙が嘘になるから、それはあざといんだよ、やっぱり。そのね、涙で花火上がるの知ってるから、俺。そういうの嫌だから。いやー、そうだったね。で、もっと体壊れたんだけど、今日は激しい筋肉痛で済みそう。筋痛めなくて。おやじゃあもう、やりきりましたね、渡さん。いやー、やりきりましたね。和道リスナーは1時間で花火を100発上げ、100発以上上げ。和道は1万回やると。これが和道ですよ。これが和道の異常のゼミナールですよ。ありがとう、リュウフォーデスマス、ありがとう。すげえ嬉しいわ。ありがとうね。花火ありがとう。不言実行じゃなくて、俺は有言実行が好きだね。有言実行が。これを、皆さん、今日見てたやつを、これを、10年、20年ってやると、拳が音速を超えます。拳が音を置き去りにすることができます。それがネテロ会長の正拳突きです。強くなったね。前もっとかかったもんね、あやね。FC2。ありがとう、解放。1万回ありがとう。疲れたわ、本当に。疲れたわ。あのね、数数えてると頭おかしくなるんだよ、本当に。コメント読みながら。久々思い出した。ブロックされた？どれが自分の評価してたので、自分で、すんな言うたらブロックしました。音速だと数えられないよね。ネテロ会長はちなみに、一回祈ってから正拳突きね。毎回祈るから。祈ってから正拳突きだから。そう、日が暮れる最初の頃は。いや、やめていいって思うよ。ほんとね、1000回でもやってごらん。20分で終わるから、1000回って、正拳突き。最初の1000回は20分で終わる。あ、後半になるついてる、な、後半になるにつれて遅くなってくるの。マルさん、いらっしゃい。バカありがとう。おはようにゃ。いや、久しぶりじゃない？結構。最初の1000回は20分でできるから、その時に、で、後輩の1000回は、それの、なんだろう、体感で言うと10倍ぐらい、もう体がガッチガチになってて、肘も痛くて。大岡さんもありがとね、なんか、すげえ嬉しかったよ。友達なの、サボちゃんと。ヘルプミーって。ありがとね、大岡さん。アンチの極みがちょっと怖いけど。
もしよかったら今後ともよろしくお願いします。サボちゃんの友達なのかな？サボちゃんにすごいお世話になってる。根性っていうか、俺は言ったらやるって決めてるのね。だから、旅は俺が一番行きたかったのよ。だから、煽られたくないワードの。本当に2時間新宿で雨の中、傘買ったりとか、コンビニとかでもリュック重たいのしょって。ずっと電波探して。で、何回もオンオフして、パソコンも何もかも。でも、つながらなくて、ふわっちに。俺は配信がついてなかったら、何でもない人なのね。で、配信がついてない旅なんか別にする意味ないから、それって娯楽でしょ。そう。みんなと共有したくて、世界見たくて、旅やってんのよ。だから旅行きたいのにさ。もちろん、揚げ足取りで言われてるのわかるんだけどさ。言われたくないことなのよ。うん。ちょっとここで言わせていただきたいことがあるんですよ、和道さん。いいよ。うん。なんでしょう。うん。謝らないで、逆にありがとうだよって。大 岡さんありがとう。サボちゃんもありがとうね。でも、俺はこんなに起きてる余談がいたのに、なんでカウント？カウント？カウントすら？出席確認ってこと？カウント？なんだろう、カウントって何かな？ごめん、今頭回ってなくてさ、余談がこんなに起きて、こんなに起きてる旅団がいたのに、なんでカウントすらしないんだろうか。ああ、なるほど。ああ、旅団のメンバーは、なんでカウント作業を手伝うよって言わないのかってことか。なんでか。なるほど。難しいね。難しい。で、ミウルが外したとき、ニャーも外したの。で、ボンも外して、カイホーも外したの。で、みんなね、その外した人たちは、俺にメールしてきたの。で、俺はすごい怒ってたの。ここ最近。ずっとイライラしてて、鬱になってたの。それもあるの。原因の一つに。そう、他の枠で私叩かれた。で、長文で来るのよ。朝起きたら。私、余談抜けさせていただきます。和道さんのことは好きで今後も応援しますが、ちょっと理由がありまして。でも俺はあっそうで終わり。了解で。そう、本当は聞いてほしいの。こんなことがあって、あんなことがあって。でもね、俺は愚痴は聞きたくないから。俺の悪口言ってるやつなんか5万といるんだよ。匿名枠でも分かったでしょ。うん、サボちゃん寝ないで行かないといけないわけですよ。納得いきませんよ。ちょっと待ってね。もうすごく大事なことだから。でもね、俺は、なんだろう。俺は全部気づいて、サボちゃんの、むしろサボちゃん、俺が一番苦しんでんの、それで。サボちゃん、毎日、毎日、朝起きてこんな枠でこんな悪口言われてますよ。俺が一番嫌なわけじゃん。通報したのって。ブロックすればって。しない。見てて。で、枠覗いたら、みんながみんな悪口書いてるの。もうバカ臭くなって。で、俺は全員の行動を見てるから、リスナーさんの。で、俺の不徳の致すところですよ。本当に、それは。俺も悩んでる。どうしたらいいかわからない。でもね、俺ね、実はすごい大事なことだから言うけど、あんまり言いたくないんだけど、俺、すごい悔しかったことがあるの。すごい悔しかったことが。俺、悪魔のキューピーさんにズバッと言われたの。僕が、ね、和道さん応援して、ね、1位取ろうって、テルジャンビンに勝とうっていう花火大会の時に、僕投げてましたけど、和道さん正直言わせていただきますって。和道さんのリスナーは全く団結力ないですって、ズバッと言われる。これは支援者としての目線じゃなくて、悪魔のキューピーさんの、ね、生主としての意見の、そう。はっきり言って、和道さんのリスナーは団結力全くないですって。
ここで気持ちで動けないっていうのは、もう見てるだけですよって。こんなのって。それはすごいね、ハッとさせられた。そう。でもそれが俺の実力なんですって言って。申し訳ないですって言って。あんまりこういう裏でね、アドバイスいただいたりとか。でもね、それはね、俺も感じてることなんだよ。俺は。でもね、それをリスナーさんにぶつけるんじゃなくて、その中で俺は苦悩してたの。俺が変わらなきゃって。1ヶ月も2ヶ月も貯めてたの、俺は。俺が変わらないとって。俺が変わればみんなが変わると思って。俺はリスナーさんのせいにしたくないの。なんでかっていうと、今があるのはリスナーさんのおかげだから。だから、僕が、みんなが、こう、気持ちよくできるように、叩かれていいよって、私は道好きなんだもんって開き直れるようなものにするよ。和道旅団を。で、別に名乗りたくない人は名乗らなきゃいいし。そう。俺が大手になってさ、1万人になって超有名になりたいって言った時にさ、そう、石川の隆起さんのところにさ、なんだっけ、石川の隆起さんのところはなんだ？足軽か。で、うなちゃんまん珍味団ってやって。で、珍味団の人も足軽の人も小映えの人も、小映えっていうのに誇り持ってると思うよ。多分、どんだけ叩かれても切れない絆があるの。で、和同僚団にはその絆がないの。俺がゆっくり作っていくよ。周りが、旅団本当にバカだねっつった時、旅団が全員バカだよって笑えるぐらいね。だ、楽しいんだからいいじゃんって。別にバカにすればって。だから俺はそう思ってる、サボちゃん。ごめんね。でも、なんだろう。俺はいつか、そういう最高のメンバーと一緒に笑って飯が食えるようになりたいと思ってるよ。ありがとう、まゆちゃん。そういう感じかな。あんまり、なんかこう、言われて傷つくこととか、ハッとさせられることとかいっぱいあるんだけど、あんまりそれをリスナーさんにぶつけるのは好きじゃないタイプなんだよね。ごめん。だからまあ、頑張るよ。結局俺が、あれでしょ？もっと有名になればいいだけでしょ？もっとかっこいい生き方すればいいだけでしょ？もっとなんか、いや、俺は道好きだから別に誰から何言われても。叩かれないことは無理だから。この世界。っていうか、どんな世界でもそうだと思うの。叩かれないことは無理なの。で、和道、ね、旅団の名前名乗った時点でもう巻き込まれるのはもう想像つくでしょ。だから、ちょっと前の枠で、ついてこれないやつは線を引いたって枠覚えてる？サボちゃん。ここに俺は一本の線引くって。で、俺向こう行くって。ついてこれないやつはここで止まれっつったでしょ。俺はそれで本当に構わないと思ってんの。俺本当に向こう側行きたいから。億万長者になりたいって。有名になりたい。スーパースターになりたい。線引くって。で、今までありがとうっつったじゃん。中途半端だったらいいんだよ。身内も自覚を持てって言いたいんでしょ。だから、そんなもんの仲間っていう意識だったら俺は仲間じゃないと思ってるから。でもそんな中戦ってる人たちにはすごい感謝してるよ。りほさんおやすみ。旅団の財団が財力が低いっていうわけにいかないしね。それぞれの生活あるし。だからそれはほら俺の知名度の問題でしょ。俺の知名度と財力あっても投げたいと思わなかったら意味ないじゃん。ぶっちゃけ。俺の魅力の問題なんだよ。全部。だからアンチが言ってることって一理あるよ。俺実はね、今日の枠やってよかったなと思った。アンチが気づかせてくれた部分ってあるよ。アンチは好き勝手叩いてただけなんだけど、いつも通り。でも、なんだろう。だからこそみんな動いてくれたと思ってて、俺は。だからアンチにも感謝してるんだよね。だから今日はあんまブロック入れる気にならないっつうか、一理あるっていうか。だから俺は別にスタイル変わんないよ。ぶっ飛んで有名になりゃいいんでしょって。
そう。でも、こういうのみんな通ってると思うの、サボちゃん。こういうことを経験して、その、かっこいいたちが強くなるっていうか、本当のファンになるっていうか、小映えとか、その、まあ、旅団なんてさ、立ち上げたばっかりじゃん。名乗って。でも、旅団って言われるようになったんだよ。気持ち悪いっていう汚名かもしんないけど。でもね、それは、その、みんな通ってきて結束力を、固めていったもんだと思うのね。うん。アンチの言うことを信じるわけじゃないのよ。そう。でもさ、今日さ、みんなさ、アンチに反論噛みついてる人とかもいて、あれが正しいレスバトルだ。普通に好きな人がさ、ディスられたらさ、ふざけんなてめえって。通報すっぞって言うのが普通なんだよ。普通にファンなら。運営さんって。こうどうなってんすかこの生主って。ほっといていいんすかっていうのが俺は普通のファンだと思ってんの。それをそこに乗っかってさ、いや、ワドウの彼女は、とか、いや、ワドウ昔って、とか、そういうことやってるわけでしょ。うん、私はファンでも何でもないですよ、とか言ってるやつとかいんのよ。うん、だからそんなの置いてくよ、ほら。波動さんは上にいるより下でいる方が這い上がれることができる。ああ、うん。初見さんいらっしゃい。うん？何が怖いの？ん？何が怖いの？あや。あいは通報してる和道さん以外の枠も。そうそうそう。だから好きなものを好きって何が言って悪いんだろうって。旅企画中途半端だよ。だから困ってんだよ。俺も。そうだね。でもまあいい経験になったと思うよ。何事も経験だと思ってて。本当にだからみんな通ってきて結束力が固まってくわけじゃん。うん。だからすげえ俺感謝できたし、みんなに。それでいいと思うよ。うん。なんかうちわでガチャガチャ揉めてんのは俺は気に食わないけどね。別に嫌いなリスナーがいるのも普通だと思うけど。うん。それ、俺が、その、やりたいこととかさ、俺を上に上げようっていう感覚じゃないじゃん。私の方が正しいってなっちゃってるわけじゃん、中で。まあ目的意識ブレてんじゃないのとは思ってるよ、正直。うん。応援する気あんのかな、この人たちっていうのは思うよ、正直。私のことディスってる、私のことディスってる、私のことディスってる。私が悪口書かれてる。私だ。うん。で、しかもそれ中でやってるわけでしょ。もうどうでもいいよね、正直。だからそういう人はもう、別に普通に見てれば、勝手にやればって言ってるじゃん。うん。勝手にいればって。うん。で、間違ってると思ったりとか、その、おかしいと思ったら、こんにちは、さようなら。ああ、ありがとう。パンダパンさん。パンダパンさん、大花火ありがとう。うん、そうそう。ドナツピさんのコメントが見えない。そっか、ありがとう。あなたのガッツ。俺は、サボちゃんが、サボちゃんさ、サボちゃん聞いてる？俺とも会話して。サボちゃんが振った話題に俺必死で答えてんだけど。ハートありがとう、あや。風船もありがとう。でも、みんな本当に有名になった人って応援してくれって言ってなかった気がする。気がする。人気なかった時も。応援してくれってどういうこと？ん？よさ。おはようからお休みまでみたいだね。うん。なんだろう。何の話だっけ忘れちゃった。なんだろうな。何の話だっけ忘れちゃったよ。あ、じゃあ、サボちゃんがね。サボちゃんが声かけてくれたのはすげえ嬉しかったよ。和道さんやりたいのって。うん。和道さんやりたいの聖剣好きって。あれはかっこよかったし、そう、あれはすげえ嬉しかったよ。うん。かーくんも嬉しかったしね。
ハッチも嬉しかったし、なんだ財力見せてやろうか。だからハッチとカー君とサボちゃんが意地を見せてくれたわけだ。何ワドさんやりたいんでしょって。いやもうアンチがどうこうとかじゃなくて、ワドさん政権好きやりたいし、花火100発あげたいし、アンチ黙らせたいんでしょって。そういうことって。でハッチもアンチに噛みついて、おめえがなんかやんなら別に俺の財力見せようかっつって、でカー君はカー君でてめえ詰めるからっつって、とりあえず俺約束守っからっつって、おめえどうすんだよって、うん、あの前にもうチャージ完了してたの。そうだよね、じゃないと間に合わないからね、うん、サボちゃんは旅団入ってないんですか、承認待ちですか。いや別に俺はだから入ってくれとか、旅団だからファンとかなんだろう、だから自由にやろうっつってんの。ただ名前がないのはダメじゃん。俺が名前つけるわっつって、旅団だよっつって、そう別につけるつけないのタイミング本人の問題だから、本人が腹くくってるかどうかじゃん、うん、俺から誘っても俺のせいにするだけだから、俺が誘って入れよって言って入るやつは、だから抜けない人抜けないもん。で入る人は勝手に入ってずっと、いや私応援すっからって言ってんじゃん、今のメンバー、今つけてる人、いや俺勝手に入って勝手にワドを好きだ、勝手に応援してんだよねって、うん、だから腹くくってんだ。腹くくってねえやつがグダグダ言うんだよ。だから決断って言ってんじゃん、俺は腹くくってるから。そう、いや、いいんだよ。サボちゃんね、じゃあ盛り上げろよじゃないの、うん。いなくなるから。もうついてこれなくなるの。いいんだよ、サボちゃん。強制はダメよ。やっぱり。そう。背中で見せるもんだと思ってるから、俺は。言ってもダメなの。うん、おはよう。キートンさん、ありがとう、バーカー。ありがとう、マルキニオス。そう。言ってもダメなの。うん、とことん、俺は。行動しかしない。もう自分のことしか興味ない。自分もサボちゃんが花火出してカウントしてガッツがある人なんだなと思った。いやこれはサボちゃんの意地だよ。サボちゃんが見せてくれたんですよ。いやアイテムとかじゃないんだよ。アイテムとかじゃなくて、あのね、金がとかアイテムじゃないんだよ。俺が億万長者になりたい、配信で有名になりたい、配信っていうのはこれだけ儲かってこれだけ夢をある仕事なんだって、俺ずーっと聞いてるよね。それ聞いてる人手挙げて。俺の理念、ビジョン、俺が億万長者になりたいこともみんな知ってるでしょ。知ってる人手挙げて。聞いたことある人手挙げて、うん、それを聞いたことある人手挙げて。全員俺が億万長者になりたいって口酸っぱく言ってるから全員聞いてるはずなんだよ。全員聞いてるでしょ。その時に、へーって言ってる人、へーって言ってる人、そうなんだ、これ一言なの、うん、そう。で、そうじゃなくて、いや、応援するよって、とことんって。で、とことん応援するって何なのかって言ったらさ、たくみさんね、たくみさんを例に挙げるけど、たくみさんは、あの橋本くんの酒事件の時にリアツに来てくれたリスナーさんの、でも付き合い長いのよ。で実は石野康介と巡り合わせてくれたりとか、コッペとか全部裏で動いてた。小手半も名乗らず、和道ってやつがいるから会えと、全部裏でコメントで操作してた。わかる？要は和道を有名にするって。そう。でも俺は花火とか投げられない、アイテムとか投げられないって。だったら動くからって言って、面白い配信者がいるんだよって、和道ってやつがいてって。で、お前絡んでみないって。で、あれだよ、DM とかで送ってくるわけじゃないよ。で、そいつが、へーって認識を持ったら、そう、たくみさんすごいの。だから信頼関係あんの。どんなことあっても切れないの、俺らは。で、今度俺に DM 送るわけでもなく、和道何々ってやつがいるから会いに行けっていうの。コメントで。何々って面白いやついるから会いに行けって。で、全部繋げてたの。で、実はそれを知らなかったの、俺。なんでかっていうと、たくみさん匿名で打ってたから、その時。あれ、俺だよ、全部って。後で。そう。
だからずっと俺のことを裏で有名になりたいんでしょ、和道って。俺和道好きだわって。じゃあお前が有名になるんだったら、飯食いたいんだったらとことん応援するわっつって、ずっと押し上げてくれてた。今でも多分裏でやってるよ。面白い配信者いるって1ヶ月に1回ミーティングするときに、何々と何々と何々っていうやつがいて、ここの地域にこいつがいて、こいつがいる、こいつがいるよって。で、こいつ合いそうだよ、和道って。全部チェックしてるよ。そうそう。で、そう、たくみさんは、じゃあ、その、スタッフお願いできませんかっていう風になった時に、何年、もう1年ぐらいかな。1年ぐらいずっと俺の動画を YouTube にアップロードしてくれてるのはたくみさんなの。そう。今50万再生超えてるのよ。YouTube から来ましたってみんな見てるでしょ。あれはたくみさんの活動で YouTube から引っ張ってこないとダメだよ、和道って言ってたの。和道が本当に10万人のリスナー作るなら、YouTube から客を引っ張ってこれないダメだって。そう。で、お願いできる人がいないって。そう。スタッフさんで。じゃあ俺がタダでやるよって。だから俺はたくみさん、そう、稼げるようになった、億稼げるようになったら、たくみさんに給料払えるようになりたいってずっと言ってた。で、もう1年ぐらい無料でずっと活動してくれてた。ずっと。そう。で、ようやく、超少ないんだけど、先月と今月の初給料が出せるようになったの、俺は。たくみさんって、ありがとうって。でもね、もうお互いね、その臭いこと言わないの、正直。合わないの。困ったら勝手に動くの。例えば、ほら、旅行の時にさ、たくみさんがさ、のんちゃんに釈迦を預けてたんだけど、たくみさんがさ、のんちゃんにもコンタクト取って釈迦俺が預かってるよっていうことあったの覚えてる？もう全部裏で動いてくれんの。For you なの。For和道なの。和道のために、和道のために、和道のためにって。そう。でも俺はその時たくみさんに、それはダメだよって言ったのは、それはね、のんちゃんにそれを気づいてもらいたかったの。のんちゃんを信頼してるから釈迦を預けたんだっていう。だから今回預かったんだけど、それがあったから、そういういざこざがあったからのんちゃん預かってくれてるの。しっかりと。俺の大切な、ね、釈迦を、そののんちゃんに預けたんだよって。なんで放棄したのって。理由なんか聞きたくないわって。のんちゃんお願いして、うん、わかったって言って。のんちゃんだからなんだよっていうことをずっと言って。のんちゃんね、ようやくわかってくれたでしょ。そう。そういう思いがあるの。俺の、ね、近くにいる人でそれができないってどういうことって。そう。でものんちゃんもさ、女性とコラボしたりリスナーさんがいても最近さ、積極的に参加してるの見てるでしょ。女性リスナーと会うだけで発狂してたんだよ。コラボなんか持ってんほかなんだよ。今発狂すらしないでしょ。のんちゃん成長してるんだよ。そう、俺のことを本当に配信者に食わせるために必死に応援してくれてんの。我慢してる。でも俺はそういう人は絶対忘れないから。うん。のんちゃんが嫌だっていうか、もう先回りしたの。いや、揉めると。で、和道が減らると。だったら俺が釈迦預かるわって。そう。でも俺はのんちゃんにそういう、のんちゃんに対して勉強だと思ってたから、のんちゃんとも密や。ねえ、のんちゃん聞いてる？のんちゃんいる？今。嘘じゃないよね。今話してること。でもそれは放送で言うことでもないと、今いい機会だから言おうと思って、そのキューピーさんからね、アドバイスもらったことも全部伝わって、全部本当だよね。成長じゃなくて割り切ってるんじゃないの。何が成長って。そう、押しなつけたら OK ってわけじゃないんだよ。本当に押してるかどうかなんだよ。そう、うん、応援じゃないよ。ただ見てるだけなんだよ。あなたは視聴者だから。ボン。そう。応援してますって言って、応援してるつもりでいたでしょ、ボン。でも俺冷たかったでしょ。なんでなの、なんでなのって思ったでしょ、うん。マルキーニョスは俺に会いに来たんだよ。1時間かけて。たくみさんはそういうことやってんだよ。サボちゃんも水に切って、カウントまでやってんだよ。寝ないで。仕事サボって。うん、お前は、な、ボン。俺、ボンを責めてるわけじゃないよ。お前は私がね、私正しかったでしょねって、お前告げ口しただけなんだよ。お前もしかも前ブロックされた時に俺に怒られたの、そういうところなんだよ。俺からするとぬるいんだよ。そんなの応援じゃねえんだよ、うん、そうだから、あんまりでも俺はそういうこと言いたくないの、うん、本当に
それは俺が全部悪いって思ってるから、うん、でも感じてくれてる人は感じてくれてんだよ。こいつ本当に億万長者になるかもしんないとかさ、こいつ大手になるかもしんないとか、あ、こいつ本当に有言実行するかもしれないって気づいてくれる人のために今その全部行動してるわけだ。そう、うん、そう、押すって意味を分かってないんだよ、うん、そう、バンドマンとかやったら分かるぜ。バンドマンのプロに行くまでのプロセスってすごい。お、また地震だ、やばいな。でかいな。ちょっと2回だね、怖いね、うん、関東だけかな、わかんない。京平さんいらっしゃい。2回目だね、ちょっと怖いね、この揺れ方、うん、できる応援を精一杯してるよ。何よりも和田さんの夢を 100% 信じて。 ありがとう、みつけさん、ありがとう。だからね、そのなんだろう、なんだろうな、俺は今日やっと本音が話せるようになったっていうのあるよ。なんて言うんだろう、今までは言わなかったし、別に俺が動けばいいやっていうタイプなの、昔から。そう、でも気づいてくれる人は気づいてくれる。だからね、その力ある人とか、その社長さんとかに気に入られんのよ。動くから、俺絶対自分が動くから。そう。で、それしかないっていうのも分かってんの。もう、そのリーダーってリードする人って意味でしょ。リーダーって威張る人じゃないの。上に立つ人じゃないの。リードをする人は、背中を見せる人は、俺はそう教わってきたのね。だから最前線に立つやつがリーダーだっていう。で、フォロワーがついてくるんだっていう。そう。でもね、多分ね、フォロワー増えるよ。こっから。もっと増えるの。でその時に、旅団名乗るってことはさ、もう子さんなわけですよ、みんな。そう。で、なんだろう。水に切ってくれてる人もいればさ、その、ね、わざわざ会いに来てくれる人もいるしさ、みんなその、何かを削って見てるわけじゃん。で、その、惰性で見てて、要はファン、視聴者として見てるわけでしょ。それで応援してるっていうのは違うよ。うん、青さんお疲れ様です。それは出る。ごめんね、サボちゃん、本当に、うん、ごめんね、本当にごめんねしか言えねえわ、本当に。サボちゃんごめんね。ヒカルとかヒカキンは企業案件で多く稼いでるから、 YouTuber 企業案件ないと天道じゃない。ああ、まあそれありますよね。バカさん、あ、バカさんじゃねえや、パンダパンさん、バカ100個ありがとうございます。もう昨日のことでよくわかった。応援するってどんなことでしょ、うん、大川さんもサボんのごめん、本当に。そう、うん、まあでもなんかいいきっかけになったかなと思うよ。うん、うん、いいきっかけになったとか、それは花火投げ、なんかね、俺ね、でもね、ね、今日寿司食った時にテルにも、まあ、あんまり裏の話したくねえからいいや、いろいろ言われんだよ、俺も。なんでお前こん、例えばさ、あったかい方言おうか、うん、あったかい方言うわ、じゃあ。例えば、俺がヘラった時にすぐ電話かけてきてくれたのがアイラだよ。配信やめてんのに、引退してんのに。うん、ヘラってる時に一番最初に電話つうかメールか、メールくれたのアイラだよ。うん。アイラだよ。うん、お前ヘラってんだって、つって。見たよ。って。お前さ、って。俺嬉しいよ。って。うん。お前をずっと応援してたし、俺お前の放送好きだし、お前が好きだし。でお前閲覧いっぱいあるじゃんって。ね。閲覧いっぱいあるじゃんって。で、その時に、
15万しか稼げねえのおかしいよなって、お前が一番言いたいよなって、うん、でもお前50万稼いだじゃん、俺が言った通りだろって、お前は絶対大丈夫だって、でお前もっと稼ぐからよって、減らってる場合じゃねえだろって、お前はね、お前のこと大事にしてくれてるリスナーいんの忘れんなよ、俺も含めてよって、心もイケメンだねアイラは、うん、あんまだから裏のことは言わないけど心もイケメンですよ彼は、うんうん、あそうだなっつって、応援してくれてる人いるわ、仲間いっぱいいるわ、お前もいるわっつって、ありがとうなっつって、うん、そう、まあ、繋がってる人は繋がってるのよ。でさ、そんなかっこいいメールが来てる時にさ、誰々がディスってますよ、なえるだろわかる、終わりましたよ政権図、わかる俺のイライラ、そんなかっこいいやつがいる中で応援してるっていうやつに誰々ディスってますよ、うん、俺正直もういいんだわそういうの、うん、当たり前じゃんって、俺和道だよって、世の中の誰かがディスってるわ俺のこと、ほっとけや、でそれに納得いかないの俺に言いつけて何なんだよっていう、おめえが戦えよっていう、納得いかねえなら、うん、かわいそうだね、よしよしって、君は正しいよってやって何なんだよ、うん、でしょ、うん、余談に戻ろうかどうしようかなって言ってる人はダメ、あなたは普通のリスナーに戻りなさい、うん、だからいつも言ってんじゃん、勝手に名乗るから、勝手に逆だよ、こんなかっけえリスナーこんだけいるの和道のところやべえって、俺も旅団に入りてえって言わせないと、俺珍味団に入りたいっつったらウナに何て言われたかっつったらよ、おめえダミに決まってんだろバカ野郎、おいよお前珍味とかよ、お前何年やってると思ってんだよ、おめえみてえなゴミ入れねえよバーカって言われたよこれ本当に言われたかんね、俺も珍味入りたいっつったら本当に怒られたかんね、わかる、俺入りたかったんだよ生主始めて1年目、俺も珍味入れてよっつった、絶対ダメだって言われたもん、本当だよこれ、これ本当に言われたんだよ、なめんなよこの野郎っつって、バカマンさんバカありがとう、そう、アンズさんはどつ、だから結局絆があるんだよ珍味団には、おめえなんか入れねえよってまだ早えって言われる、だって小林の子さんだって小林名乗ったら怒ると思うよ多分、お前が小林名乗んのとは絶対そうだと思わない、うん、だってさ捨て頃の時、捨て頃みんな見た人手挙げて、おいちゃんありがとね、おいちゃんありがとう、捨て頃見た人手挙げて、捨て頃見た人はい手挙げてください、捨て頃見た人手挙げて、見たよねみんな、多分ここにいる人全員見てるよね、石川紀之がね、石川紀之が悪ふざけでサーバー潰そうぜダウンしようぜって言ったでしょね、だから弾幕かけっていう一言、弾幕でサーバー落として放送できなくしようぜっていう悪ふざけでサーバー俺落とされたよね、見たよね、紀之軍団参上って見た人、はいじゃあもう一回手挙げて、それ見たって、はい見た人、それを体感した人、生で見たでしょ、俺それでサーバー落とされた側でしょ見たよね、あれはもっと深いんだよ、見たよねみんな、あれはもっと深いの、サーバー落としてもう一回アクセスさせてもっと話題作らせようっていう石川紀之の便所さんに対する愛情なんだよあれ、だからサーバー落ちた瞬間にみんなコメント控えてねっつったらピタッて止まったでしょ、わかる、これが本当の囲いなの、要はサーバー落ちたら叩かれるの分かってるじゃん、サーバー落ちたらのりゆきさんが悪者かぶるの分かってるの、でも違うと、のりゆきさんはもっと先見てるって、そうひまわり珍味足軽この辺は信頼関係よ、違うのりゆきが言ってんだから先見えてるっつって、俺らはコメント打たなきゃ、サーバー落とさなきゃ、悪ノリで遊ぼうぜっつって、だけどそこには深い意味があるの、
ただサーバーを落としても意味ないんで、放送見れなくなってつまんなくなるの、森行さんは100も分かってんだよ、あの人。一回落とすことによって前座時代。だから和道の時に落ちたわけでしょ。金梅さんの時に落としたらダメなの分かってるから。天才でしょ。和道とテルのところで落とさないとって。そう。でも逆にそれは美味しいんだよ。俺からすると。和道の試合サーバーで見れなかったからって YouTube の再生数、俺ドルさんより多いんだから。わかる？そう。ノーカット版見ようってなるわけじゃん。だから全部計算なのよ。うん。そう。で、のりゆきさんとその足軽の信頼関係だよね。そう。あのせいでちょっと嫌になった。そうそう。だから嫌われ役を被ったんだよ。でも、便所さんについては、便所さんは箔がついたわけじゃん、それで。サーバー落ちたっていう。あそこでサーバー落ちなかったら、多分あそこまでの奴らにならなかったよ。ここだっていうの分かってるわけよ。それが石川のりゆきの凄さだよ。それを言わないし。でも俺それ見えたかんね。のりゆきさんの楽屋のトークとか聞いてて。うん。要は裏でどうやってミーティングを見てて。本人は絶対言わないけどね。そう。仕掛けだよ、これが。足柄に入りたい。おい、おい、お前ブロックな。おい、足柄に入るとお前ブロックだろ、これ。はい、ブロックでーすって。しょうがねえな、ほんと。やめて。旅団盛り上げよ。というわけでね、なんだろう。俺は、あれだよ。みんな好きだよ、でも。うん。でも、その上で、旅団名乗るかどうか決めて。配信会で一番やべえやつって言われようよ。和道頭おかしいだけじゃなくて、旅団も頭おかしいって言わせようよ。もう気違いしかいないんだから、この枠。うん、あそこは病気だって言わせようよ、そろそろ。うん、そう。あそこは病んでるぞとか、旅団だけは相手にしたくない、敵に回したくねえわ、つって。もう叩かれてもいいじゃん。悪名でもいいじゃん。ああ、もう、旅団が来たら終わりだって。旅団が囲い始める枠は全部おかしいって言わせようよ。うん、ね、お疲れっす。コロさん、お疲れっす、ね、うん。そうだよ。今、あれだよ。旅団来てるんだよ。逆に。じゃあ、タバクで旅団って言われ、旅団とか言われてない。多分ね、俺、タヌキとかに書かれてると思うよ。旅団気持ち悪いっていうのは、アンチが言い始めたのって浸透してるってことだよ、これ。そう。わかる？今までね、何言っても浸透しなかった和道リスナーって言われてた。最近、旅団って言われるんだよ。この時にへこんでる場合じゃないんだよ。俺らはニヤニヤ笑ってないといけないんだよ。うん。お、有名になってきたな、旅団、つって。うん。そう。ここだよ。うん。だって、俺は正直ね、ミウルとノリコを叩かれたの匿名枠でさ、ミウルはへこんだよ、心優しいから。違うんだよ。もう配信者側の気持ちになってほしいの。ミウルはスタッフやってもらったから。ミウルとノリコは一番有名なんだよ。旅団の中でキチガイがいるっつって。やべえやつがいるっつって。要は、副団長ぐらいの力を持ってるんだよ、ミウルとか。なんで喜ばないんだろうと思うの、俺は。逆になんでへこむのみたいな。だって、超有名リスナーになりつつあるんだよ。そう。ミウルノリコって。頭おかしい二人、つって。ババアつって。でしょ？めちゃめちゃ美味しいじゃん。うん。逆に、なんつうの、俺は最高だと思うよ。うん。そう。でもまあ、ミウルは外したからもういいんだけど。うん。まあ、昔はね、サンバカって言われてたんだよね。匠、ミウル、誰だっけな、サンバカ。あ、匠、ミウル、ハッチって言われてたの。で、この3人がバカみたいに囲うから、サンバカって言われてた。昔、2チャンネルの頃は。あ、ニコ生の頃は、サンバカっつって、匠とミウルとハッチがダメだっつって。これ、サンバカって呼ばれてたの。で、そこに4バカ目が入ったっつって、助けなきゃって言われてたのがレクチなの。やべえぞって、サンバカに感化されて、洗脳されたやつがいるって。若いから助けないとって言われてたのがレクチなの。だから4バカ目なの。わかる？わかる？光栄なの。それで、ハッチも、匠さんも笑ったの。そう。
なんか騒いでますね、つって。僕今サンバカですから、つって。笑ってたよ、オフ会で。それでいいんだよ。バカだな、つって。そう、サンバカは笑ったよね、本当に。ミュールは相変わらずへこんでたけどね。違うの。ミュールは俺に構ってほしいのよ。でも俺はミュールと切れるっていうことないから、もう正直。ミュールはずっと見るよ、俺のこと。で、ミュールは、その、スタッフもやらせたのも信頼関係でしょ。だから、のんちゃんに釈迦預けるのと一緒の、捨て頃でスタッフやってっつったことは。で、スタッフやったら喜んでたでしょ。楽しかった、楽しかった、つって。でも、スタッフになるっていうことはそういうことなんだよ。例えばさ、暗黒でさ、ゴロリさんが出て叩かれないわけがないでしょ。ゴロリ死ねって書かれるんだよ、絶対。でしょ？暗黒にゴロリさんの声が入った瞬間にゴロリ死ねってコメント流れるのよ。で、それでゴロリさん聞く？もうやっすって。もう電話しないっす、緑さんってなる。ミウルがやってんの、それなんだよ。むしろゴロリさん、なんつうの、全然聞いてないふりして出てくるでしょ。もうノリだって分かってて。そう、愛なんだよ。だから、ミウルが出てきて、ミウル死ねって言われるのは、逆に面白いんだよ。その放送的には。まあだけど、酷だけどね。配信者じゃないから。だから、もう嫌だっつったから、じゃあもう分かった、外れろっつったの。だから、まあそういうもんだよ。それは、でもね、みんなリスナーだから、俺より詳しいはずなんだよ。俺から言わせたら。でしょ？でしょ？俺より詳しいはずなんだよ。そう。っていうか、むしろ、ゴロリ死ねって書いてるでしょ、みんな。俺も書いてるよ。ゴロリ死ねって。でも、捨て頃の時ゴロリは分かってたよね。ミュールが言ってたけど、ワド死ねーって言ってたから、応援席で。舞台の袖で一人だけ、ワド死ねーって、テル、ワドを殺せーって一人で言ってたんだよ。わかる？ それはゴロリさんの愛でしょ。俺はその時、ミュールは爆笑したって言ってたけど、じゃあミュール死ねって言われたら爆笑しないのかって話だ。ゴロリが死ねっていうのは笑って、それはマナー違反だよね。いや、俺は一番悲しいよ。話す。だからイライラしてんじゃん。ニャーとか、ボンとか、ミュールとかに外すわ。サクッとらとかさ。もう外せ、外せ。外せ、外せ。わかるでしょ？俺が一番悲しいじゃん。外せよ。俺にメールしてくんな。勝手に外せよって。でも、まだずっと応援してますから。意味がわかんねえ。本当に。それただのリスナーだわ、つって。スタッフじゃねえわ、つって。旅団でもねえわ、つって。まあ、そうなるでしょ。俺が一番言いたいよ。俺が一番悲しいよ。だって、あれだよ。ミュールってオフ会全部出てんだよ。俺が主催したオフ会に一回も欠かさず出てるのミュールだよ。お前が旅団名乗んないで誰が名乗んのって話でしょ。でしょ？どう考えても。全部出てるんだよ。だってステッカー40枚ぐらい持ってんだよ、俺の。会うたびにステッカー買ってくんだよ。そうだよ。で、お前が旅団名乗んないで誰が名乗んのって話だ。だけど、もう言いたくないの、本人に。そんなこと言ってもミュールへこむだけだから。もうミュールが気づくか、もう本当に旅団外れるかだよ。だから今日言ってやったんだよ。俺、ボンに対しての愛情だよ。ボン。ボン。お前今日会えよっつったよね。それで会わなかったよね。要はお前はそんなもんなんだよ。俺の愛情に応えられなかったんだよ。ボンって。俺今から旅出るからお前会え、東京だろっつったら。って言ったろ。だからお前そんなもんだから。突き放さないよ。もう見守る。見守る。なんでかっつったら、俺はやばいやつ待ってんの。で、正直言う。やばいやつずっと待ってたの。リスナーでもうガッチガチに囲ってくれて、ガッチガチにもうやってくれる。だから今日それがカー君だよ。ニューキャラクター。まあ、フグ食べさせてくれた時からそうだったけど、それは俺カー君が覚醒したわけでしょ。カー君多分、だから、あれだよ。カー君もへこんでたけど、なんか叩かれたんで、もう配信コメント打たないっすって言ったけど、カー君打つじゃん。だ、俺も腹くくってるし、カー君も腹くくってくれたし、ハッチも腹くくってくれたし、サボちゃんも腹くくってくれたわけでしょ。
嬉しかったよね。だからサボさんが怒るのもわかる。なんか反省会半端ないね。反省会モードが半端ないね。そう。まあだから好きにやればいいじゃん、別に。これはストレスになったら別に切るだけだから。そうだよ。かっくん仕事中、まあね、サボちゃんも仕事ね、仕事サボちゃんだよね、まさに。ちょこっとじゃなかったけどね、がっつり仕事サボちゃんだったけど。もう超仕事サボちゃんに戻るべきだよね、そろそろ。最近旅団みんな外してるのに、定期なんかで。あ、あれはちょっと俺も地悪い。違うんだよ。ミウルは俺にやってってお願いされたいの。もうそれ分かってるの、俺は。ミウル頼むよって。お前がいないと寂しいよって俺に言われたいの。わかる。そしたらもう、うんって猫みたいに、やっぱりワドちゃん最高っつって、もうがむしゃらに打つのよ。で、ニャーとかに連絡するの、LINE で。やっぱり一緒に応援しようよっつって。ニャーそうだろ？ニャー見てる？今。多分ね、俺はね、なんかね、ニャーから私も抜けるって言ったらミウルが原因なの知ってるから。多分ね、俺の予想だけど。ミウルと同じ枠見てキャッキャキャッキャやってんだよ、あの二人は。ミウルとニャーが。で、ミウルさんが抜けるんなら私も抜けますなんだよ。ニャーいる、当たってるだろ、ニャー。で、思いっきり塩対応されたから、どうしたらいいか分かんなくなってんだろ。でしょ？ニャー、当たりでしょ？ミウルが抜けたからとかでしょ。で、一緒に同じ枠見てて、なんか、あれでしょ、ナーバスになってるだけでしょ。合ってるでしょ、くだらねえから。そう。もう分かってるの。100も分かってて、もう分かってること聞かされたくないのよ。俺は見えてるから。みんなより。みんなよりみんなのこと考えてるから。そう。だからみんなが居心地いいポジションで見なよ。そう、みんながそう居心地いいポジションで見ない、居心地のいい距離感で。ただ後から旅団名乗りますっつっても、多分本当にレクチとかさ、たくみさんとかさ、のんちゃんとかさ、ガチガチのやつらにはさ、相手にされないと思うよ。あやとか、お前が旅団名乗んのみたいな、はあみたいな、寒いんだけどって言われても知らないよ俺は。あのね、教えておいてあげるよ。あの、アンチが寒いって言ってることは、長い部は暑いから。あ、まあいいんじゃん。だから、それはそれで。別に強要してるわけじゃないからさ、カズさん。もう、ババアガチ恋勢を増やすしかないんだって、和道さん。ババアガチ恋勢。いいんじゃん。なんでも。もう自由にやるって決めてるから。和道さんを待ってるんだって。まあいいさ。楽しく行こう。俺はもう最強のメンバーと最高の仲間と最高のリスナーと囲まれて最高の人生を歩む腹はくくってるから。君たちが最高のリスナーになるのか、最高のファンになるのか、和道旅団に入るのか、アンチになるのか、好きにしたまえ。好きにしたまえ。俺は最高のメンバーと最高にやってるよ。おはよう、ソスさんいらっしゃい。ユルさん絶対戻すと思うな。知らないよ。ただまあ腹くくってる人だけでいいよ。叩かれるに決まってんだから、旅団名乗ったら。まあ長く、長いよね。おはよう。朝倉が今日来たのは嬉しかったけど、久々見たわ、朝倉。ねえ、ゆうすけとか朝倉とか古いもんね。そう、面倒だよね。そう、いちいち誰がどうとか。
めんどくさい本当に。まあまあでも結論は変わらないかな。うん、俺が変われば周りが変わるって本気で思ってる。俺が変わればいいんでしょうって。はい、おかえり、ゆきのちゃん。俺が変われば、みんなが変わるっていうか、なんかみんな変わるっていうか、入れ替わっていくだけだと思ってるから。うん。だからさ、配信会の椅子の話って覚えてる？みんなに言ったじゃん。配信会ってピラミッドで、ピラミッドがあって、このポジションの椅子を入れ替わっていくだけなんだよっていう話覚えてるでしょ？あれ、リスナーも同じだよ。ピラミッドがでかくなってきたんだよ、今。人数が増えるとピラミッドでかくなってくから。椅子取りが変わるだけだよ。だって人間、俺が関われる人間の数なんかたかが知れてんだもん。だから1時間3万円払えとかわけのわかんないこと言ってんだよ。そう。LINE でおはようって言われて俺何返せばいいの？コメントで書けよって思わない？思わない？みんな。おはようってコメントで書けばいいじゃん。そしたら俺おはようって言うんだから。なんで LINE でもそれを求めるの？うん。こんなん相手にできないよ、今。沖縄配信楽しい時はやっぱアイテム飛ぶし。いや、沖縄配信そんなアイテム飛んでないよ。俺が金使ってるからそう見えるだけで。それは先月の収入だからね。違うよ。浪費しただけだからね。まあ別に飛ばなかったわけじゃないけど。うん、飛ばなかったわけじゃないけどね、うん。飛んでないよね、全然ね。稼ぐ時と、その、稼ぐ時じゃないっていうのはすごい切り分けてやってるよ俺。ここだと思ったら徹底的に行くけど、うん、でもあんまりそのガツガツ巻き込まないようにはしてるけどね、うん、今日はさすがに頭きたからパンダっていうリスナーにちょっとねみんなにおねだりしたけど、あれはさすがに頭きた。あんな言われ方したらクソガキ、うん、1万回できた、やるに決まってんじゃん俺、うん、もう終わったよ。だからね、信頼関係があったら言葉いらないんだよ。うん、最近悩んでるっつうか、だからそういう、その、なんつうんだろうな。要はね、はっきり言うよ。俺のアンチでヘイトやってる枠って、これすごい重要だからみんな聞いてね。それ、見えてないから、あえて言うけど、俺初めて言うけど、なんとかなんとかっつってさ、俺のヘイトで放送やってる奴らっていっぱいいるだろ。孫子がまさにそうだったんだけど、あれってなんでか教えてあげようか。俺のこと本気で嫌いとかじゃないんだよ。俺のアンチ拾ったら美味しい、花火上がる、閲覧が増えるってだけだよ。正解でしょ？だから、自枠で30人とかになると定期的に、あ、やばいって思って俺の名前出すの。それでリスワン狙おうとか花火もらおうとかそういう腹なんだよ。うん。だからそれくらいのネームバリューになってきた。要はね、ドブズキッチンなんだよ、あれ。うん。わかってないんだよ。あれ、ドブズキッチンの超小さいバージョンなの。それで、もう、成り立つようになっちゃってんの。そう。だからね、正直言うよ。通報なんて意味ねえよ。枠だけだから。だって今俺一番嫌われてんだもん。嫌われてるんじゃなくて、一番有名で、一番アンチが湧きやすい放送なの。叩きやすいのよ。俺を。リスナー集まりやすいの。そう。で、和道を聞かせるために花火投げようってなるじゃん。うん。何時から旅出る？お前、俺のこと殺す気か？お前。うん。まあいいや。お前はちょっと、なんでこいつブロック入れなかったか教えてやろうか。ね、このサムネのクオリティがちょっと高いからなんだよね。俺のサムネをこう反転させただけだったらいいんだけど、赤い丸とちょっとおでこをカットするとか、この加工が俺難しいの知ってるのよ。この一手間かけてるっていうね、そのクリエイター心がね、俺ね、サムネ作るの知ってるから、これがちょっと一手間かかるの分かるんだよ。で、この手間をかけるやつがね、俺の放送結構ヘビーで好きだなっていうのはね、このサムネから伝わってくるんだよ。だからね、なんかその、
このクオリティ、このクオリティで持ってきたやついなかったから、こいつをブロックに入れらんない俺の心があるんだよ。そう。わかるでしょ？こいつはアンチじゃないんだよ。もう確実にファンチなんだよ。もう4時間とまで言わないけど、2時間ぐらいカチ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 やりながらこのサムネをいじってもらいたくて、カツカツ作ったのが見えるから、入れらんないんだよ。でもそこなんだよ。本当のファンチ、要はファンチなのか、アンチなのか。そう。センス。センスだよ。こいつは、ちょっと取っとこうかなと思って。そう。このクオリティで、その和同旅団の銅とかいろいろその突っ込むところが多い、あえてスルーしてるけど、こいつはちょっと取っとこうかなみたいな。そう、和同ラブなのがその見えるっていう。悪意のあるサムネは明らかにわかるけどね。あ、これは悪意だわっていう。これはただ落とし入れたいだけだわっていう。まあなんかちょっとね、なんか、まあでもいい機会だったのかな？どうなんだろう？いい枠なのかな？どうなんだろう？あんまり話せなかった本音が話せたかもしれないね。溜まってたものが。でも毎日毎日そういうのを何十件とまで言わねえか、10件ぐらい抱えてるのよ。それぞれ。本当に。いろんなところで10件ずつぐらい抱えながらやってんのよ。それ減らるよ。それ減らった理由がさ、なんかアンチが効いたとか。どちらかっていうとアンチじゃないから。身内のゴタゴタだから。いつも俺が減らるときは。でしょ？身内のゴタゴタが一番減らるからさ。減らるよ。だから身内のゴタゴタはやめようぜ。うまい飯食ってうまく笑ってないとダメだよ、俺は。今日はでもね、サボちゃんがね、アンチに噛みついてね、アンチをね、こうね、ひっくり返そうって、オセロを頑張ってたのはちょっと微笑ましかった。あれ勉強しないとダメだよ、みんな。アンチに突っかかって2コメント目で仲良くなるあのスキル。だってサボちゃんがリスナー増やしてたの事実だよ。わかる？本来は俺が今までの3300人って俺が1人で頑張ってたよ。今日サボちゃんがフォロワーを増やしてたんだよ。アンチのオセロを頑張ってたんだよ。そう。要は一回噛みつくと、おいお前、っつって。でも、なんだ可愛いところあるじゃん、っつって。心理誘導を必死にやつ。まあ、サボちゃんの人柄もあるけどね。別にそれをやれとは思わないけど。配信外に和道さん相談来るのかとか、もう、相談どころじゃないよ。俺はもうテンプレで今返してるけどね。放送中だったら電話と絶対受け付けるんで、放送に乗っかる覚悟で電話してきてください。そしたら本気で答えると。本気であなたのために時間を割くと。何時間でも話しますよって。ただ晒しますと。ただプライバシーは保護しますと。名前も住所も割れないようにトークするからって。で、それ以外でもし僕に本当に相談してもらいたいんだったら1時間3万取りますって。悪いですけど僕はあなたの相談、放送に載せられない。放送で出会ってるんです、僕らはって。放送で出会ってないのに、プライベートで1時間割くことは無理ですって。僕にはやることがあるんで、それは分かってますよね、つって。だから最近電話かけてくれるじゃん。本気の相談じゃん、あれ。本気の相談でしょ？昨日自殺未遂したって。俺、そこまでは聞いてないんだよ。相談がありますって言われたら、そのテンプレバッて流してんの。それでも、プライベートとかは絶対保護するけどって。特定しようとかそういうふうなことはやらないけど。っていうか、興味がないよね。なんでその人生相談してるリスナーの家とかさ、悪さしてやろうとか思う？ そんな暇ねえじゃん。だから、でも本気で相談は乗るけどって。だけど、放送に乗らないんだったら僕は無理ですって言ってる。疲れるよ。結構ヘビーだよ。結構ヘビー。和道さん、仕事人間関係うまくいかない場合はどうしたらいいと思いますか？多分ね、ミリカさんの中で答え出てると思うんだけど、やめるか図太くなるかの2択。でしょ？これしかないんだよ。職場でね、っていうか、人間関係だけなの。退職理由って。ほぼ99%人間関係。あとは冠婚葬祭なのね。そう。
知らなかったというか、みんな仕事辞めるときって全部人間関係だと思う。それかもしくは身内の事故とか、あと結婚するとかでしょ。でしょ？だから人間関係だけなの。で、辞めるか図太くなるかの二択なの。だからお局さんって言ってさ、古くにいる ずーっと会社にいる人ってお局って呼ばれてさ、図太いやつでしょ。だからどっちか選びな。図太くなる。もしくは辞める。それ以外ない。でしょ？正論でしょ？どっちになるかはミリカちゃんが自分で決めること。そう。人間関係うまくいかなくて当たり前だよ。俺だってリスナーでこんだけ困ってるんだよ。で、俺は図太くなる選択をしたの。配信やめたくないから。わかる？ミリカちゃん。そういうこと。俺も一緒。人間関係で振り回されてるの。あやとも一回やり合ってるもんな。あやな。どういう件とは言わないけど、あやとも揉めてるもんな、俺。2年ぐらい別れてるもんね。でも縁があったら繋がるのよ。で、絆が深まるの。で、俺は配信やめるわけにいかなかったのよ。だから、俺は図太くなる方を選んだ。要は勝手にやれって。知らねえ。抱えてるもんはいっぱいあるよ。本当は構いたいんだよ。本当はミュールにやめねえでくれよって言いたいんだよ。でももうそのポジションじゃない、俺は。それが許されない。そう。そんなことやってたら、頭おかしくなっちゃうよ。それをやってたのがニコ生時代だよね。そうそう、人間関係だよね、あやちゃんね。あやが多いな。縁が人をつなぐから。で、結局、アンチだろうが何だろうが、俺に関心あるわけじゃん。好きだろうが嫌いだろうが何だろうが。で、どのポジションになれって言うのおかしくない？ボン、お前は今日から囲いだとか、あや、お前は今日から花火師な、のりこ、お前は今日から俺の手こぎ係だって、おかしいでしょ？ おかしいでしょ？俺が一人一人に指示出ししてたら。どう思う？嫌でしょ？みんなも。勝手に自由にやってるでしょ？みんな。でしょ？だからみんなで決めなよ、それは。自分がどういうポジションでどういうふうに俺と関わっていくのか。でしょ？だけど俺はそんなにバカじゃないからね。なんつうの。俺は、なんつうの。嘘はつかないタイプなんだけど、知ってることを隠すタイプだから。洞察力あんのは知ってるわけでしょ、みんな。分析力もあんの知ってるわけでしょ。嘘つかれても見抜けるよ、俺は。で、俺はなんでかっつうと、事実を見たときにそれで動くから。その人がどういう行動して、どういう思いで、だから思いが深くなっていくわけでしょ。俺は、あれだよ。見る目あるよ、正直。人を。だからみんなが決めて。自分で決めて。俺は旅団をでかくしたいと思ってるし、もっともっと叩かれる団体にしてやろうと思ってるね。はい、若津、ちゃんちゃんこさん。一番会終わったよ。キム兄さん、おはよう。私も前は人間関係で真相になったけど、金もらってるから仕方がないって割り切ってる。ああ、そんな、だから図太くなったんだね、数はね。強くなったんだよ。でもね、辞める癖つくとね、結局ね、居場所なくなるだけだよ。若い頃はいいんだけどさ、ミリカちゃんさ、辞め癖がついてくのよ。全部人間関係で辞めてくのよ。で、行き着く先がここになるよ。ニコ生で飯食うとか言い出すよ。やめた方がいいよ。図太くなって会社でね、稼ごうよ。ワドダンから見てうちはどう思われてる？だからそれを毎回やられてんだっつってんの、クミタン。ミュールとか、ね、ボンとかにやられてんの。それが嫌だっつってんだよ。話聞いてねえの、クミタン。ワドダンから見てうちはどう思われてるっていうのを、聞くなと。それがめんどくせえんだっていう枠なんだよ。何を聞いてたんだよ、お前。それがめんどくせえっつってんの。
何にも学んでねえな。俺が何1時間話したんだよ。それをやめろっつってんの。ダメだな、ほんと。底抜けのバカばっかりだな。底抜けだな、ほんとに。うん。まあ、そこが旅団なんだけどね。うん、弱すぎるだろ、うん。そう。それを自分で決めろって、そう、ソソさんの言う通りだよ。それを自分で決めろよっていうことを言ったのよ。うん。うん。ダメだな、ほんと。メンヘラクソババアしかいねえな、ほんと。やばいな、ちょっと。メンヘラクソババアしかいねえよ、ほんとに。ほんとに。だから、メンヘラだからわかんないんだよ、もう言っても。わかってんだよ、俺も。もう言ってもわかんないの、全員メンヘラクソババアだからもう。うん、で、チヤホヤされる枠に行っちゃうのよ。チヤホヤされる枠に行っちゃうの。かまってちゃうんだから。すごいね。ほんとに。俺の振りに完璧に答えたもんね。今。うん、ニートにもコツがある。うん、何いきなり話題ぶっ込んでくるの、うん、今来て、今すぐ書いたでしょ、それ。その話拾うと思う。今の流れで。この雰囲気でニートにもコツがあるを広げると思う、俺が。あかんあかんさん。面白い。どんなコツ？面白いから拾っちゃう。やっぱり余談こういう人材を増やしていかないと。いやーもう、だってさ、俺さ、人のこと言うじゃん。石川のりゆきのリスナー集まってるとキラキラしてて若くてかっこいいんだよって。暗黒リスナーリュックスってさーって言うじゃん。俺言うじゃんよく。ネタにするじゃん、リスナー、その囲い。っていうかさ、その、配信者に似るんだよって。うちのリスナーほんとメンヘラクソババアばっかりだもんね。ほんとにひどいんだよ。あのね、テルチャンピンのリスナーとかと見ると、たまにがっつり凹むときあるんだよ。やべえな、うちみたいな。旅団、そう。なんか病気、だってさ、オフ会の話題知らないだろ、来たことないやつ。マジで身内の不幸自慢始まるんだよ。みんながみんな、いかに不幸な出来事。だから、その、ミュールがさ、その、元旦那に顔面吹きつける、あの、顔面踏みつけられながら、腹蹴らないだけマシだと思えっていう話題とか、なんかもうすごいのよ、なんか、病気感が。本当にすごいよ、うちの、オフ会は。もうマジで、診療所の待合室みたいになるのよ。やべえな、みたいな。もう本当にやばいの。そう、通院自慢とか、もうすごいのよ、本当に。なんか、あと、ミュールも最近それなくなったんだけど、俺、ミュールがすげえ面白かったのは、最初なんか、窓を見ながらカタカタカタ、こうやって震えてんの、窓を見ながら、こうやって。みんなで映画の話してんだよ。たくみさんとレクチと映画面白かったね、つったら、ミュール窓の方を見ながらこうやって震えてんだよ。カタ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 、つって。で、ミュールどうした？ミュールどうした？つったら、なんか窓を見ると、旦那が見てる気がして怖いの、つって。あいつが見てる気がする、つって震え出すんの。やべえな、つって。やばいやばいやばいっつって、うん、やばいやばいやばいだよ、うん、そう、うん、すげえなーと思って。まあその一番すげえのがのんちゃんなんだけど、まあのんちゃんはもう説明する必要がないから、ね、うん、のんちゃんに至ってはもう説明不要だからね、うん、やばいよな、ほんと。ちょっと、どうしてこうなったんだろうっていう。マジでちょっと自分を見てるようでね、要はね、配信者は鏡じゃん、リスナーが。そう。そう。だから、あのね、メンヘラか、生活保護か、あの、意識高い系のアンチ。要は全部俺なの。もう本当に手に意識高くて、プライド高いアンチ。病気。元生ポ。で、経営者。もうこの4つなんだよ。経営者。意識高いアンチ。プライド高い。で、生ポー、生活、生ポー、病気。どれか。どれかに絶対当てはまってる。うん。卑弥呼だよ。おい、ワイルドクソジー、ワドツよ。ワイルドクソジージーがさ、ワドツって言い始めたからね。これちょっといいよね。明らかにさ、ワドツって言わないさ、キャラだったのにさ、ワドツ、
浸透し始めちゃったね。うん、ありがとう、ジジ。どう、仕事は。うん。旅団を増やしていくっていうか、俺は増えると思うんだよ。ただね、ちょっと今、危機感があるのが、病人が増えるだけなんじゃないかっていう。だから俺マジで本当に、多分ね、10年後億万長者に何や、ね、10年後億万長者になったら何やるかって本気で考えないといけないの、俺ガチだよ、これ。A 型作業所なんだよ。俺多分ね、旅団が集まりすぎてでっかくなったら何始めるかって言ったら、こいつら助けるために、こいつらが働く場所作んないとって本気で考えてんの。だから、要は経営陣の人たちとかお金持ちの人たちいるじゃん。その人たちに電話で相談すんのよ。ビジネスやろうよって言われたら。ガチで言うのが、A 型作業所作んないとまずいっすって言ってんの、俺。本気だよ、これ。うん。うちのリスナー病人多すぎるんすよ、つって。で、もう本当に生活成り立たないし、生ポのやつも多いし、で、もうこいつら社会からいなくてやばいっす。で、この人たちを働かせる場所を作りたいっすって。そう。施設を作ろうとしてるからね。40歳ぐらいになったら。それ本気で結構話してる。うん。私、もうってなんだよ。うん、酔っ払いがもう、うん、もうってなんだよ。もうそれがダメなんだって。クソカスカオスのコメント見てっかなあや、うん、お前は気づいてないかもしんないけど、クソカスカオスで打ってるお前のコメントを俺は見てるからな、うんうん、お前は再発するんだよ絶対、うん、億万長者目指してるよ、とりあえずね。だけどその奥を掴んだりとかしたら何するかっていう先があるわけじゃん。うん、普通だよってそうね、再発の恐れありだ。うん、まあいろいろ考えるな本当に。まあでもありがたいね本当に、これだけの人が集まって本当に生かされてると思うよ。うん、俺も病人だし。うん、うん、あやがたくさんいるのかしら。A って書いてる和道旅団の A っていうのはあやだし。うん。で、その、あやかっていうのがいたの。あやかっていう、まあ、なかなかの気違いがいたのよ。うん。まあ、あやかもいるし。あやが結構被ってる。そう。だから、その、この前、あやってあやかかって聞いたのよ。いや、旅団がネタになるってすごいよね。だから、その、だって、みんな知らないかもしんないけどさ、その、解放だって和道リスナーでしょ？もともと。で、ロハコさんも和道リスナーなんだよ。まあ、浅井さんとか石野とかさ、要は、その、なんつうんだろう、俺好きなんだろうな、多分そういう人が。俺好きなんだよ、多分。そう、不器用なんだよ。その、減らっちゃうやつって。まっすぐすぎるんだよ。だからわかるの。自分がそういう人が好きだって。俺の中にある部分って、っていうのがすごい分かるのよ。寄ってくるし、慕ってくれるし、分かるの。だからそれは自分の問題でもあるから、自分が乗り越えないといけないし、まず生活保護もそうだったの。すげえ大変なのよ。そう。生活保護乗り越えるとかさ、ああ鮫島さんかな？おはようございます。解放旅団じゃないんだよね。そこが謎なんだよね。解放旅団じゃないんだよね。そう。だから、なんつうんだろうな。いろいろ考えろ。そう。クルーズからいらっしゃい、この一味さん。あれですよ、うち、めぐれ警部補、よく巡回しに行きますよ、この一味さん。めぐれ警部補来るよ。まあだから、これを選んで、これで戦おうとする俺も俺なんだよ。だこういうところが呼び寄せるんだよ、病人を。そう。そういうことよ。まあいいじゃん。それは普通の人が気持ち悪いってなるでしょう。病人しかいねえんだから。
お、ぐのこちょ、久しぶり。おはよう。元気。最近来なかったね。寂しかったよ。そうそう。どんどん呼び寄せよう。そうだね。もうこれは俺の業っていうか、俺のカルマだから。俺の、運命って言ってもいいし。こっから逃げらんないんだよね。コンペイトーさん、風船プレゼントありがとう。そう。ただ呼び寄せるだけじゃなくて、やっぱり、変わっていかないといけないでしょ、俺らも。いつまでもね、やっぱり、死にたいとか言ってても意味わかんないから。とりあえずみんなが笑えるようにっていうか。そうそう、いいこと言うね。マイナスかけるとマイナス。そうだね。ペニールインさんいらっしゃい。なんでブロックしたかわかんないけど、いらっしゃい。楽しんでって。まあ、そんな感じかな。でも、まあ、今日良かった、すごく。サボさん、ありがとう。俺も応援する。私もって。お帰りなさい。ありがとうね。ちょっとあんまこういう話するの苦手なんだけど、サボちゃんがいいきっかけをくれた。でもあれだよ。忘れないでね。俺、みんなに本当に感謝してんのは本当だからね。ネガティブなことを言うっていうの癖がないの。それはもう徹底されてるのよ。若い頃経営者になった時。社長は絶対にネガティブなことを言っちゃダメっていう。だから人の悪口も嫌いだし、もうそれはもう俺がさ、営業マンの頃からずっと叩き込まれたことだから、あんまり弱みも見せたくないし、ネガティブなことを言いたくないの。今日はいいきっかけだったから、ね、もうほんと数年に一回あるかないかのわけだよ。多分こういうことをあんまり言いたくない、俺は。本当に。でも、そうだね、MVP 組みたんだね。でも、くみたんは多分なんでか分かってない。いいんだよ、それで。そうそう。サボちゃんのおかげでね、きっかけで話せた。よかった、ありがとう。でも、忘れないでほしいのは、ポジティブなことを常に言ってるつもりなんだけど、みんなに感謝してるのは嘘じゃないからね。そこは本当なんだからね。みんなそれぞれに感謝してるよ。だから嫌だけど、1ヶ月に1回ブロック解除してるしさ。俺も本当はアンチとうまくやっていきたいんだよ。でも、アンチを囲いにする力が俺にはねえんだよ。アンチをさらにアンチにする力しかないの、本当に。俺だってアンチをさ、ビートたけし見て思ったよ。アンチを5分喋ったら手のひらくるって返して、もうトノトノってなってるの見て、あ、これがスターかって思ってさ。でも俺は多分できないんだよ、キャラクター的に。もうアンチに火をつけて、アンチをアンチにしていくっていうかさ、もうこれはもう、ニコ生からずっと苦しんでることだから。だから俺はブロック入れるよ、腹立ったら。でも解除するんだよ。それは俺が苦しんでることの一つだっていうことをアンチには理解してもらいたい。マインドなんだけど、そう。マインドなんだけど、それはね、実はアンチだけじゃなくて、リアルでも起こってるの。だから学校でも経験したし、会社やってる時でも経験したし、これはね、もう俺の性分なんだよ。敵を作っちゃうっていうのは。そう、栄養を与えちゃうっていうかね、アンチが最も欲しがる言葉を、欲しがるっていうか、なんつうんだろうな。スルーができないんだよね。そっくりだよ、あいつら俺に。すげえ嫌だよ、自分見てるみたいで。俺はほら、リスナーっていう文化にはならないけど、気に入らない経営者とか見たら何回も噛みついてきたのよ。金持ってるけど、ね、すげえ実力あって金持ってるけど、偉そうにしてるやつにやかって取引ダメになって社員食わせられないとかさ、またそういうことやっちゃったのっていう何回もあるのよ。本当に。この人と絶対うまくやっていかないといけないのに、喧嘩売っちゃうとか何回もやってるのよ。わかるの俺。そう、絶対やっちゃいけないコメントを書いちゃうタイプなんだよ。まあまあ、ちゃんまんはだからあの人と俺があの人を語る資格ねえよ。まあ誰でも敵はいるけどね。まあまあ、なかなか多いよね。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。じゃあ、レクチが作ってくれた曲で今日はお別れしましょう。今日はつがいつもお別れだけどね。レクチがね、これレコーディングし直してるらしいんで。みんなありがとう。大好きだよ。おやすみ。
れてんな。消しちゃったよ。ちょっと待ってね。ここでミスるっていうね。消しちゃったよ。はい、おやすみ。はい、おやすみ。大好きだよ、おやすみ。ボンがアイテム投げたんだけどボンがアイテム投げたよ。風船だけどボンありがとうな。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。